大家好、どうも皆さんこんにちは、やんちゃんです。今回はですね、中国で最も有名な日本人と言われている山下さんに来てもらいました。太夸张了、太夸张了。先生の皆さん、大家好、我是上上直播、皆さんこんにちは、山下智博です。お願いします。山下さんは中国に何年くらいいらっしゃいました？8年ですね、12年から20年。山下さんはきっと中国通ですよね。まあ中国のことはね、まあ、大体知ってるよね。多分私より詳しいです。もう8年いたら最近の分からないことの方が少なくなっちゃった。すごい。今日はですね、テーマはね、中国で有名な日本人です。中国で有名な日本人、はい。私は順位をピックアップして、はい、山下さんに当ててもらいたいんです。ヒントをあげます、はい、ヒントを聞いた後に、うん、書いてください。あ、これ書けばいいですね。で、如果你能答对六个以上，嗯，就认定你是中国通。太低了吧？太低了！要求太低了。確かに私はね、問題を書いた時にこれは山下さん絶対わかるって思ったんですよ。バカだ。バカだ。バカだ。すごい。いいですね。Okay. じゃあ皆さんも一緒に考えてみてください。はい、有名な日本人ね。ね、中国で有名な日本人。うん、じゃあまずはね、一人目。中国で暮らしたら絶対わかりますよ。これ簡単、超簡単。はい。ヒント1、うん、女優です。ああ、もう書いてあります。はい、のヒント、彼女結婚のハッシュタグはウェイボーでの閲読数20億を超えて43万件のコメントもありました。ヒント3、中国のオタクは彼女のことを俺の嫁と呼んでいます。嫁、ちょっと違うな。ね。なるほど、わかりました、わかりました。はい、あ、で、棒が足りない。はい、ラッキーです。ガッキー、ラッキーです。これで確定、確定、確定、確定。 OK です、ガッキーです。合ってた、よしよしよし、合ってました。ガッキーはね、やっぱ中国ですごく人気ですね。特に若い男性の間、そうね、女神様、女神の存在だったんで、ドラマ効果がすごい高かったからな。そう、彼女結婚の話もすごくね、中国で話題になって、いろんな男がショック、ね、ショックを受けました。自分可能性ないのは分かってんだけど、ショックだよね。そう、ショックですよね。他に中国で知られてる女優さんは誰が？まあでも有名どころで言うと石原さとみさんとかね。ああ、对对对、石原里美。あと昔の人だったら山口百恵さん。百恵ちゃんね。実はね、中国で結構知られてます。親世代の人に多分全国的に知られてると思います。そう、よくね、タクシーとか乗って、你是哪国人？我是日本人。你知道上海？百汇。百汇。ありますね。もうこうタクシー乗っちゃうのね、日本人だって言ってなんか文句言われるのかなと思ったら、意外と日本のドラマ見てるみたいな。結構ある。結構ある。ありますね。最近だったら橋本環奈ちゃんも。環奈ちゃんね。うん、中国で人気ですね。銀魂で変顔されるとね。銀魂と、あと今日から俺は、うん、あなたの昭和メイクも中国女子に真似される。あーね、福田雄一さんのおかげだよね。勇者ヨシヒコとかもそうだし、やっぱりこう中国で人気になるには日本のやっぱすごいヒット作品に。そう、出るのが出て、で、そこのヒロインやってるとこう中国でも人気が出るっていう。そうそうそう、このパターンが多いね。多いですね。はい、じゃあ第2問に入ります。第2問。ヒントは1、スポーツ選手です。おー、わかりました。怖いな。2番目のヒントはですね、ウェイボーの非公式アカウントのフォロワー数は280万人。ファンアカウントですよ、ファンが作ったアカウント。で、3番目のヒントは熱狂的なファンが多くて、はいはいはい、顔写真が載ってる雑誌が出る瞬間、中国で転売されてる。これはもう時の人だね。うん、そうですね。うちに、シャンルースをしてシャンルース。そう、絶対この人です。すごい。羽生さんですね。そうですね。ゆずくんが。いや、もうそこまでね、疲れてるのは、なかなか、スポーツ選手って言った瞬間にもうこの人だなって。おー、あゆちゃんで書かないの？あいちゃんはちょっとほら、YouTube 的にね、なんか日本人がこう、あんまりね。すごい、山下さんの考え方ね。クリエイターの考え方が。知名度って言ったら、どっちかというと愛ちゃんの方が多分知名度が高いんですけど、うん、熱狂的なファンは羽生くんがすごく多い。やっぱり女性のファンが多いっていうのが大事で、すごくこう熱狂的に支持してくれるのはやっぱ若い女性のファン。実際私の大学のクラスメートも彼の大ファンで、彼の試合あるたびもう絶対見に行くし、彼のためにフィギュアスケートを並び始めた。そうだよね、だって最初みんな見ても分かんないもんね。そうそうそう、見てるうちに本当に分かるようになってくるから。そうそうそう、他に中国で有名なスポーツ選手は？スポーツ選手は結構サッカー選手有名だよ。あ、そうですよね、ジョン・ヒン・ショウ、中田さんのウェボーのフォロワーがすごい多いですね。結構多いんだよね。あとは卓球選手だったら石川佳純ちゃんも人気ですね。絶対カットだけど水谷さんとかね。
ゃあ次、この方は歌手です。まだわかんないな。あの中国のある歌番組に出て、中国で一気に有名になりました。わかったわかった、はい、かりました、はい、彼女はパワフルな歌声を持つ、うん、実力派歌手といえば、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 ミシャさんですね。おー、そうですね、さすがお見事です。そうですね、あの、うん、歌番組でもう全員が圧倒されて、そう、え、何この日本人歌うますぎないみたいな感じで、全員いい意味で弾いたんだけど、僕もあの動画見たんですけど、もう審査員の人がいきなり本物が出てきたからしかもこの歌番組は中国でもともと大人気な番組で、うん、初めての日本人参加者としてその番組に出て、うん、中国でめちゃくちゃ話題になりました、うん、あともう一個思ったのは、ミシャさんの歌番組その動画の下のコメントを見て、うん、歌声を聞いてすごく感動したとか、うんうん、やっぱり音楽って国境を超えるものだなって改めて思いました。いや、そうだよね、だからもうすごい気に、日本の国宝級の歌手ですね。いや、そうだよね、まあ、他にも中国で有名な日本の歌手だったら、私たちの世代の人はやっぱ浜崎あゆみ、あー、すっごく有名です。浜崎さんね、あとはほら倉木麻衣さん、あー、アニソン歌手はね人気が出やすいですね。でも結構アニソンってオープニング歌ってる人が有名なの。そう、でも倉木さんエンディングでしょ。そうだから結構ね、コナンはね、あのそれほどやっぱ人気で、まあ、僕が推察するにやっぱりこうテレビとかでずっと流し、うん、飛ばさない時間があるからエンディングまで見てるからエンディングがこう盛り上がるっていう、うん、そう、倉木さんファンすごい多いよね。多いです、多いです。次のこの方はね、映画監督です。はい、ヒント2は、うん、彼が監督した映画は中国で公開した日本映画の興収ナンバーワンをキープしています。はいはいはい、アニメ映画じゃないかな。3番目アニメ映画でした。アニメ映画でしょ。ただね、多分ね2人いるんだよ、超巨匠か巨匠。でもね、多分こっちの方じゃないかな。今風で言うと、はい、新海さすが山下さん。ちょっとあの宮崎駿さんと迷ったの。あの、これも引っ掛け問題ですよもちろん宮崎さんも中国ではすっごく有名なんですけど、うんうん、中国で公開された日本映画の興収1位は、うん、新海誠さんの君の名は、現在は1位をキープしています。興行、うん、収入は、ま、日本円に換算したら100億円を超えています、うん、外国でそこまで行くのすごいよね。そう、すごいですよ普通に。日本のヒットもあって、やっぱりなんか、中国の、映画館が、ま、2010年代に入ってからめちゃめちゃ増えていって、うん、で今までこう興行収入とかっていうのも都心部にしか映画館なかったの、うん、でもあの2010年代になって地方にもバーって映画館ができるようになって、本当に映画を見るのが中国国民の全体の娯楽になっていった、うん、中であの映画がヒットしたので、うん、知名度的にはね、宮崎駿さんの方が全然高いと思うんだけれども、うん、その時ってあの中国の映画館整ってなかったりとかして、そ う, そ, う そ, う、ね、そういうのがあって興行収入っていったら、まあ、新海さん。そうですね。ちなみに中国の口コミサイトで、うん、コメント数が多い動画、日本映画の中で、うん、宮崎さんの作品はね、トップ5のうち4本が入ってますよ。かなり有名な日本人監督は、ね、ベイエウ、うんうん、彼の術なんです。たけしさん の, あの菊次郎の夏って、やっぱりもう久石譲さんパワーが強いと思うの僕は。なんか結構久石譲さんが音楽やってる映画って中国で流行りやすい。对对对。あとは、岩井俊二。ああ、岩井俊二さんね。そうそうそう。岩井俊二さんのラブレター。ラブレターも中国で有名です。元祖といえば。ああ、そうね。ヘゾミンもすごく有名。黒澤明さんね。はい、じゃあ次のこの方は、超簡単ですよ、山下さん。一発で分かると思います。はい、ヒントは、うん、日本の声優兼歌手です。ああ。もう、これ言った時点で分かるでしょ。ね、そう、多分分からない視聴者もいるから、ヒント2はですね、うん、彼女のある歌はあんまりにも人気すぎで、うん、中国の新年歌番組に登場しました。ああ、そう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 、うん、と、彼女のビリビリチャンネル登録者は200万人を超えています。今ね、そう、これ2位なんで、日本人で。あ、そうなんですか。そうなんです。じゃあ、正解は、正解は花澤香菜さん。そうですね、花澤香菜さん。花澤香菜さんですね。なんだろう、アイドル声優、いわゆるこう、ね、ビジュアルも良くて、声も良くて、あの歌も歌えるっていう、声優になるためには、なんだ声だけじゃダメなのかっていう絶望を突きつけたって言っても過言ではないんじゃないかな。僕はね、花澤さんは一番最初はあのシュタインズゲートのマユシの役で。あ、私アニメあんまり見ない。見ない、そう、うん、でも彼女のあの恋愛サーキュレーションは全部歌います。あのラップのところなんです。中
国に帰るたびカラオケ行ったら、うん、みんなにこれ歌えって言われる、ね、指名されてめちゃめちゃ有名だし、そう、この間あれですよね、中国の番組で、はい、ジョージアの、あ、ジョージアロアン、ガオバイ師匠見ました、うまい、あれもめちゃめちゃ良かったし、そうそうそう、バス中国でバズってたんですよ。そうなんですね、やっぱ発音もうまいんですよ。うまいですよ。中国語できないけど、なんで中国語の発音そこまで綺麗に歌えるか、ね、声優さんって耳がいいんだろうね。そうなんですね。他になんか中国で知られてる声優さんは誰かいますか、うんうん、あの神谷博士さんとか、あー、はいはい、いやもう大体日本で有名な人はみんな中国でも人気ですね。中国で有名ですよ。では次のこの方ですね、はい、ヒント1は女優です、うん、あれもうでも、うんうん、でヒント2を言ったらね、うん、もう分かる、はい、ヒント2は、うん、ウェイボのフォロワー数が1位の日本人です。そう、はい、使えた、読んだわ。ヒント3まだ言ってないんですよ。あ、そうそうそう、ヒント3は。ヒント3は、筆ペン字がうまい。あー、そう、これ、ね、セクシー、ね、セクシーなソラさんです。そうですね、ソラさん。あ、青いソラさん。ソラさんのウェイボーは今フォロワー1980万人。いやーすごいよね。中国の芸能人もなかなかそこまでフォロワーがついてる人はいないんですよ、うん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 、だってもう結構始めるの早かったんですよ。まあそうですね、うん、もうだからもう10年前にはもうやってた、はあ、っていう感じなので、やっぱりその始めた時から知名度はあって、あのアダルトビデオが流れていない中国でどういうわけがすごく知名度があって、それはね中国の男子たちに聞かしない。そう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 、どういうわけか知っている人がこういきなりウェイボに登場したので、そうおーあの人みたいな感じの盛り上がりでファンがグワッて増えた時期が、あとソラさんは実際中国に住んだこともありますし、うん、中国語もね結構頑張って勉強して、うん、あと中国では、まあ、普通に女優とタレントとして活動していましたよね、うんうん、そうね、歌とか出してるんですね。そうそうそうです、うん、筆ペン字もうまいからいつもなんかこう新年超えろみたいな、ありがとうみたいなのを書いて、すごくね親しみやすいですね。なんか昔からいる人っていう安心感がある。まあ、一方でだからちょっとそのね規制が結構厳しくなったりとかっていうのはあるから、まあそういう、そう、そういう面でおいてはちょっとなんかあのもう難しい時期とかもあったりはしたんだけれども、やっぱ知名度はもうもう素晴らしい、うん、そういえば今6人目ですね。あ、あと2人、あと2人、はい、ここまでは全部正解。そうね、ちょっとちょっとあの新海さんのところだけ怪しかったけど全部大丈夫ですよ、うん、はい、じゃあ次のコーナー、はいはい、質問ですね、日本の男性アイドルです。男性アイドル、はいはいはい、はい、うん、アイドルっていうかアーティストかな。2番目のヒントは、世界レベルの試合で優勝したことがあります。試合？もうしかも世界レベルの試合で優勝しました。ああ、はい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 。で、はいはい、3番目のヒントは、うんうんうん、中国のオーディション番組に参加して絶大に人気を得ました。はい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 、すごいすごいですね、さすが出ました。これですね、サンタさん。サンタさんです。でしょ、そうです、あのイントゥワンの、イントゥワンのサンタさん、あのエルクスのワップスから、そうそうそう、出てファンザーイン、アリアリに出て大人気になりました、ね、出て一人気になりました。プスアップの中の、うん、リキマル君も一緒にその番組に出て、その日本人の参加者が7人、うんうん、確かね9人か7人、その番組に参加して全員中国である程度人気が出ましたね、うん、すごいなと思ったのが、2021年の収録だったんですよ、はい、で2021年って何があったかっていうと、やっぱそのコロナ禍だったね、はい、中国に入るたびその時やっぱり隔離期間がもう1ヶ月とかあって、その ABEX からもうみんなガッて参加して、ここだって言って他の会社って多分行けなかったと思う。1ヶ月も隔離期間、ね、タレントさんが仕事できないっていう期間ってみんな開けなかったから、日本でデビューしてたとしても中国で無名だったりすると、はい、もう本当に中国の素人さんというか一般の方ともう同じ扱いになる、はい、で、まあ、どこまで勝ち残れるかわからない、まあ、その状況でも行って、で中国でなんとかするんだっていう気持ちがしっかりこう実を結んだ。そう、しかも参加者は確か最初は100人ぐらいの参加者の中から外国人ですし、人気投票は常に上位トップ3ぐらいにずっと入ってました、まあ、だって一発目のパフォーマンスで、そう、わーってなって、この人何なん、なんか本物本物いるみたいな、一人一人プロがいるみたいな、この人のダンスと他のね、参加者の、うん、全然レベルが違うっていうのを中国人みんな驚きました。驚いて、まあ、そこからじゃあ誰だ誰だって調べていって、そうそうそう、こんな人がいたんだって言って、ね、どん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 心掴んでいって、またあの番組がすごい良かったんですよ。そうそうそう、日本人と中国人とか、まあ、他の国の人もいたりとかするんだけど、友情にこうキュンときちゃう女子がね、言葉
った超えた友情っていうのがね、言葉が通じない中少しずつ中国語を覚えて中国の人たちとコミュニケーションを取って作品を作っていくっていう、そこの本当に真面目な態度にみんなこうキュンキュンしちゃったんです。そうそうそうなんですね。じゃあ、次のこの方、ヒント1は、うん、俳優です。ヒント2は、彼が主演した映画は当時8割の中国国民が見たという大ブームを巻き起こしました。うん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 、あの人かな。3番目のヒントはね、ちょっと残念ながらもう亡くなられました。ちょっと途中まで書いたんだけど違うな。違う違う違う、あ、分かった分かった分かった、この人だ。はい、あー、ね、そうですね。危ねえ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 、一人殺すとこだった。1個2個目のヒント聞いたらもしかしたらと思って。ああ、そうですね。そうですね。高倉健さん。その映画はね、中国で名字叫追捕、君は憤怒の川を渡れっていう映画は中国で、実はね、超めちゃくちゃ有名な映画です。これ日本ではそうでもない、そうでもないというか、確かに確かに。もうみんな見たわけではないんですけど、まあ、当時の中国人は8割以上この映画を見たっていう説もあるんですよ。そうだよね。その中国の文化大学名が終わった後に、初めて輸入した海外映画だから、当時の国民は映画をもう10年以上見てなかったから、急に海外の映画が入ってきてみんな見て、わっすごいよっていうのがあって、うちの親も高倉健の大ファン。そうだよね。今中国の、まあ、50代60代の方たちは結構見てるよね。そうです。同年代の人と話そうと思ったら、今までの回答の人たちをもう知っていれば結構話が盛り上がるんだけども、うん、まあ、ちょっと上の、まあ、もしあの皆さんがね、中国人のこう奥さんなり旦那さんがいたりとか、そのお父さんお母さんと話をするときに、もう最強のフレーズは高倉健さん。仲良くなれます絶対これは。はい、はい、まあ、他に中国で有名な俳優さん、うん、と言ったらキムタクも、ね、うんうん、有名ですし、あと最近の俳優でしたら、山田孝之さんかな。うん、有名じゃ有名です。山田孝之さん、小栗旬さんとか。小栗旬さんね、うんうん、うん、まあ、最近もまたすごい我的朋友圈都被刷屏了。確かに。 あともう一人はね、日本人には知られてないんですけど、中国人は結構みんな知ってる俳優さん、うんうん、さっきね、途中まで。ああ、はい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 、矢野さんね。そう、矢野浩二さんはね、彼はやっぱりあの中国語ができるのもあるし、中国のね、あのコナンテレビの大人気バラエティ番組「天天シャンシャン」の、うんうんうん、あの司会 MC もやってたから、結構全国的に知られてます。そうですね。なんか、うん、矢野さんはやっぱこう昔すっごい早いタイミングで、もう2000年ぐらいに中国にもう完全定住して、そうそうそう、まあ、現地の映画にいろいろ出始めてきて、日本の中でもいろんなお話あの言い方があったりはするんだけれども、うん、でも一番最初に飛び込んで、そうですね、一番最初に成功したんじゃないかなと思って、うん、まあ、知名度って言ったら、そうそう、超有名ですね。次のこの方は、ヒント1、歌手です。うん、ヒント2、この方のある歌は中国最大の音楽視聴サイトの日本語曲の中でコメント数が1位。ヒント3番目は、この方の名曲は中国語にもカバーされました。多分ヨネズさんじゃないかな。え、違うの？初めての不正解。違うの？惜しいです。残念。惜しいです。これも引っ掛け問題です。誰だ中島美嘉さん。あ、はい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 。この2番目のヒント、中国の音楽視聴サイトはいいウィンウェイで、コメント数一番多い日本語曲は僕が死のうと思った、あーなっていう曲です。ちなみにレモンは2位です。あ、なるほどなるほどなるほど。惜しいですね。そっか。まあでも米津さんもね、中国で人気ですよ。やっぱボカロ P の頃からファンがたくさんいたから。そうそう、バイエっていう、バイエで呼ばれてた、ね、ハチさんっていう名前だったから、あ、だな、そうそうそう、そういう名前で呼ばれてたから、いやもうまさにこれだろうと思ったら中島さんね。そうですね。あとね、中島美嘉さんの雪の花は中国語にカバーされて、有一个叫飘雪、还有一个叫对不起我爱你、2つのバージョンもあるくらい中国でも大人気な曲ですね。確かにそうだね、中島美嘉さん人気だよね。あと最近の女性の歌手というと、あいみょんさんも実はね、中国で結構若い女子の中で人気があります。で、彼女の生きていたんだよっていう歌は、今ワンイーウィンウェイ、日本語の歌の中でコメント数は3位です。あ、そうなんだ。そうなんです。では最後の、はい、ヒント1、ネット上の有名人です。ネット上の、はいはいはい、はい、
ヒント2は、中国の各プラットフォームのフォロワーは650万人を超え、動画累計再生回数は約14億回に上る。ヒント3は、ビリビリ動画により8名しか選ばれない10周年特別賞を外国人で唯一授与。そういう風に来るのね。はい、いいですか。はい、おー、お見事です。最後に持ち上げてはい、そうですね、そういうパターンです。ありがとうございます。はい、山下智弘、智弘さんですね。そうですね、はい、山下さんも どっちかっていうとタイミングが良かったよね。おお、そうですか。すごい早いタイミングで、中国で動画を開始し始めて、まあ、当時あんまり日本人っていなかったんですよね。確かに、あのビリビリで投稿する日本人は当時はなかった、ね、顔出しでしている人自体がすごい少なかったのと、うん、まあ、インターネットで投稿する人自体がすごい少なくて、実はその後2014年15年くらいから中国のインターネット動画ってすごい盛り上がっていくんだけど、うん、日本人で唯一そこの波に乗れたのが、うん、その山下さんっていう、山下さんという方で、うん、山下さんはただ、まあ、ちょっと一個まあ、苦言を呈すって言ったらあれだけども、なんか最初に、まあ、取った戦略っていうのが、日本人のことを変態だと思ってる若い中国の人が多かったんですよ。だから自分のことを日本からしたら変態だって言って、自分ブランディングしてたんですよね。そういうキャラ作り、そうキャラ作りしていったので、まあなんかちょっと僕から言わせれば、なんかそういうなんか日本のことを悪く言うっていうか、まあ、日本のネガティブな情報を発信してるから、ちょっと良くないんじゃないかなって僕はずっと思ってて、でもなんか最近と日本に帰ってきてから心を入れ替えたのか、おしゃれ感も出てますね。さっきおしゃれ感出して清潔感出してきたんですよ。ですよね。なんか日本でテレビ出たりとかし始めて、だいぶイメージが変わりましたね。そう、なんかね、ちょっとね、もうさすがにあの変態やり続けるの疲れたんじゃないかな。そうですね、うん、なんか昔中国の印象はなんかこう髪の毛洗わない、そう、気持ち悪いの、なんか頭ずっと油切ってて、そうそうそう、私は前あの本人と会った時ね、いくら変態じゃないなって思いました。ああ、結構ね言われるみたいな、なんかやっぱそのビジネス上の変態みたいな感じ、はい、らしい。まあいろいろ苦労してるみたいで、なんかまあ僕も頑張ってほしいなと思うし。そうですね、うん、ちなみに、最近確かあの YouTube チャンネルも始めました。あー、ダメ、あ、 YouTube 全然ダメみたい、うん、ぜひ登録してください皆さん。ということで、山下さん10問のうち9、9問ね、9問正解します。9問正解します。いやでもすごいですね、やっぱすごいですね。じゃあ皆さん、何問正解しましたか、ぜひねコメントで教えてください。また今日の動画もしよかったらぜひねいいねもお願いします、うん、そう、今ねちょっとやってるのが、僕が日本の皆さんに聞きたいことをやんちゃんのツイッターで聞いてもらって、 でそれを中国の人たちに見せるっていうコンテンツと、だからやんちゃんのフォロワーの皆さんが中国の若い人に聞きたいことがあったら、僕が代わりにアンケートとかコメント取ってきて、でそれをみんなで見て、あ、中国の若い人こんなこと考えてんだっていうのを、まあ、コラボでやったりとかできると、ぜひね、定期的にやりたい。そうよね、ファン同士の交流みたいなのができてくると、もっと面白いコンテンツが生まれるかもねみたいな、見たいよって方ぜひコメントで、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ今日はここまでにします。バイバーイ。ありがとうございます。バイバーイ。